G メンクラブ。さあ、G メンクラブのマスター務めさせていただきます、花積亮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。さあ、軽くですね、こちらのお店のご説明をさせていただきます。はい、お願いします。はい、まずはですね、こちらの G メンクラブホスト風のね、まあ、いでたちをしている我々がですね、見ていただいているお客様を、楽しませていられるのか、楽しませられてるのかなっていうのを、実際に見ていただいているお客様にご判断していただくと、はい、まあ、視聴者参加型のバラエティ番組となっておりますので、はい、ぜひですね、そちらの方参加していただければなと思います。はい、まあですね、今回はいろいろとちょっとですね、趣向を変えて、おっと前回までとはちょっと一風変わった G メンクラブをお届けできるかと思いますので、今回初めてご覧になる方もですね、今までご覧になっていただいている方も、最後までお楽しみいただけると思いますので、ぜひぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本日のメンバーをご紹介いたします。本日のメンバーはこちらだ。はい、お願いします。いきます。はい、ということで、じゃあいつも通りですね、一人ずつ自己紹介と、まあ、簡単なキャッチフレーズとかね、はいはい、あれば、見てください。じゃあどうぞ。はい、じゃあ僕からいきます。アメリカと日本とスペインのクォーターです。坂本作、よろしくお願いいたします。イエーイ。よいよいよ。はい、日本と日本から生まれました立花です。ジャパニーズ。インジャパニーズ。カトウムと佐藤でございます。企画中です。よろしくお願いします。今日変えてきた、今日変えてきた。楽しみだね。どうも、キャラが定まってない19歳タムタムこと田村春樹です。お願いします。はい、ワールドカップで寝不足なんですけれども、その興奮を糧に頑張りたいと思います。内山寛太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。好きな食べ物、オムライス、カレー、みかんゼリー。どうも、渡辺拓馬です。よろしくお願いします。イエーイ、みかんゼリー、みかんゼリー、イエーイ、みかんゼリー。加えて収めるとか来まして、カノウと申します。カノウ駅です。よろしくお願いします。何を食べるんだ。はい、僕もオムライス、みかんゼリー大好きです。古谷翔です。よろしくお願いします。今回はこの8名と私を含めた9名で、お届けしていきたいと思います。皆さん、最後までよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあですね、早速ですね、番組の本編に入っていく前に一旦ですね、CM を挟みたいんですけれどもですね、ここではいつも恒例の CM の急振り、行っております。まだやってないよっていう人いますか？これ素直に知ってないんだ。そう、マツコに。というだけいらっしゃいますね。はい、じゃあ。ドキみたいな。そうでしょ、みたいな。どうぞ、どうぞ、どうぞ。どうぞ、では急振りの方お願いします。はい、CM キックオフ。ああ、CM 開けました。はい、楽しみだねー。すごい、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 バカ野郎。早速取られたよ。今日もね、まあこういう感じでね、梅雨の湿気をね、はい、吹き飛ばしていけるような、はい、そうですね、乾燥機のようなね、ドライヤーのような、はい、
温まるようないいですね、ハートフルね、ハートフルな番組をねお届けしていきたいなと思っておりますよ。なのにお前らと来たらよ、さっきから見てたらよ、なんでペチャクチャペチャクチャ自己紹介楽しみつまんねんだよ。それだけやるけ、それしか言っていいやけ。あお前ら今日は体ってやれんのか、できんのか、何でもやんのか、さあということで何でもやるという決めたために今日もたくさんのゲームをご用意させていただきました。ありがとうございます。張り切って頑張っていきましょう。はい、それではまずですねゲームの説明の方に入らせていただきたいと思います。お願いします。今からですね今回は、2チームに分かれていただきまして対戦形式でゲームを行っていきます、はい、ですね、チーム発表ですね、まずはまずチーム坂本とチーム佐藤という形になってます今回は、はい、はい、まずチーム坂本は、はい、まあ、立花祐介、はい、フレア翔、はい、加納祐希のこちらの4名ですね、はい、であとはじゃあ向かって逆サイド、佐藤チーム、チーム佐藤は田村春樹では田辺拓真内山寛太のこちらの4名という形になっております。はい、チキですね。はい、こちらチームを発表させていただきましたけれどもまあ毎度毎度申し上げております、はい、エンターテインメント集団と、はい、いうことになってますので、はい、しっかりとエンタメを届けられているのか、はい、見ている方々をちゃんと笑顔にできているのかというのをですねご覧になってご覧になっていただいている視聴者の方にジャッジしていただくという形になっておりますので、はい、1回戦ごとにね、まあ、これからゲームを行っていくんですけれども、そちらが終わるごとに、今楽しかったら続行、もうつまんなかったら強制終了、番組そこで中断、打ち切りという形になりますのでですね、皆様の、投票が、こちらの番組の、運命を握っているという形になりますの で、 です、ね、はい、こちらの投票の方もぜひご参加いただければなと思います。はい、お願いします。はい、まあいつも言っておりますキーワードはティームワーク、ティームワーク、はい、やっていきましょう。さあ、5分目の点ございますか、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ゲームの方移っていきますよ。さあ、はいはい、さあ、それでは早速参りますよ。それでは第1回戦、はい、第1回戦のゲームは男は忍耐、激アツ熱湯風呂、小指対決。熱湯風呂小指。さあ、というわけでですね、小指はい、ご用意させていただきます。今回はですね、皆様おなじみの熱湯風呂がですね、はい、G-MEN クラブになんと初登場。おっと、あ、皆さん、皆さん、はじめましてご存知かと思います。あの、至ってシンプルでございます。こちらはですね、いかに長い時間、まあ、熱湯に小指をつけていられるか。あー、なるほど、ね、そうですね、なんて可愛い器。あ、おしゃれ、インスタ映え、インスタ映え、おしゃれするぞ、これは。さあ、熱湯小指対決。はいはい、熱湯小指、はい、まずですね、じゃあ誰が参加するのかと言いますと、はい、完全総当たり戦でチーム4名様ずつ、総当たり戦、全員4名様ずつ、そういうやつ、1人だけではなくて、1対1の対決を4回戦を行っていただきまして、こちらの勝敗の方は、私の方で、盛り上がった方を、え、盛り上がった方、ロマンスの方じゃなくて盛り上がった、まだ、あの、4対4になるからやっぱり2になる可能性があるので、まあ、その場合ですね。その場合、その場合ですね。その場合ですよね。あ、びっくりした。まあ、もちろんそのいろいろと、まあ、ちょっと独断もありますけれども、独断と偏見もありますけれども、独断と偏見しかないそこしかないんだ。あの、長尺になっても困るんで、そこら辺はちょっといろいろ皆様テレビなどで考えてください。はい、はい、ということでですね、始めていく前にいつもですね、配信継続のパーセンテージを決める、スタートストップ、ルーレットのスタートストップをよろしくお願いします。はいはい、はい、じゃあどうします、皆さんで言いますか。そうです、そうしましょう。はい、さあ、せーの、ルーレットのスタート。さあ、ルーレットのスタートしております。さあ、せーの、ルーレットのスタート。さあ、息が揃っております。 44% ということでですね、今回は 44% を超えることができれば配信継続、超えることができなければ配信終了となりますので、皆様頑張ってください。はい、さあ、まずですね、ちょっと長々とまだご説明ございます。はい、こちら、お水を使っておりますので、お水というか、まあ、熱湯を使っておりますので、はい、ルールが3つございまして、はい、まあ、どんなに暑いからといってですね、今機材がいろいろとモニターカメラとかありますが、はい、うん、そちらには決してかけないようにお願いします。こちらの方は前振りではございません。やめろやめろやめろもし、
大きさみたいですね。水をもうどうしてもリアクション化したいと、水をバラバクリアクションしたかったらもう後ろに人に、ね、人にかけてください。人にかけちゃおう。危ないよ。人にかけてください。そちらの方よろしくお願いします。もし故障してですね、配信が強制終了になったらその人の責任ということで、もしくはこれ壊れた機材の方は、弁償していただきたい。よろしくお願いします。はい、あと2つ目ですね。あの先ほど熱かったら人にかけていいとは申し上げましたが、相手にかけるということだけはしないでください。はい、あ、対決の妨害になるので相手にかけるということだけはしないようにお願いいたします。そして3つ目ですね、ルールとして、まあ、こちらの熱湯からあの指の方が2秒離れた、そこで強制負けと。2秒以内に戻したら大丈夫。中止。だからじゃ あの2秒だけなら離していいよ。うん、2秒だけならいいよ。2秒以上離したらそこで負けだよって。あ、ありがとうございます。シャ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 。まあそういうのはだから考えろよ。ちゃんとしろよ。しか拾ってくれなかった。ちゃんとやれよって。やれよ。優しいマスター。さあということで今以上のルールがございます。そちらの方だけ守っていただけますと順にやっていただいて構いません。一応あの火傷防止用のあの、氷をですね、ご用意させていただきました。はい、ありがとうございます。優しい。まずチームリーダーからですね、あの、先行中方と副将、大将の順番をですね、まず決めていただければな。作戦会議。はい、はい、まあ、だ、大将リーダーで、はい、大将が、ね、まあ、大将リーダーですよ。さあ、リアルな作戦会議を行っております。先行や。あ、そうだね。じゃあ、時報で、じゃあ、勢いで安定の時報で、よく3番手。じゃあ、中継で、中継大将で、熱湯風呂。さあ、ネットを声見てください。まあね、お風呂を声見てください。今回、花畑なんですけれども負けるところがないんじゃん。ちっちゃいお風呂でですね、今回はネット対決。さあ、順番決まりましたが、まずはじゃあ、先方ははい、私でございます。おー、渡辺拓馬。さあ、続いて、時報ははい。さあ、おらー、渡辺拓馬負けんぞ。おらー、3番手、副将ははい。おー、勝った。さあ最後対象対決ははい、はい、おー、確かにですけど、両輔といい感じじゃないですか。さあ、いいよ。面白そうな対決になりますね、これね。いいぞ。ということで、まあ両者前の方に出てきてください。はいはい、お任せあれ。ということで、まず頑張れ。じゃあの方ですね、いらっしゃるのかな、こういう方が。さあ、こちらネットの方も違うか、違うか。うわ、一応ですね、こちら私の方でちょっと温度チェックの方ですね、させていただきますので。はい、飲むんすか、飲むんすか。お、飲みはしないかな。どうですか。あ、これいい温度ですね。いい温度、いい温度、いい温度ですよ、これは。いい感じ。リアクションしやすいですよ、これは。皆さん、ちょっとこれ気をつけてください、ちょっと。じゃあ結構楽しみにしてます。なるほどね。結構熱いから。バカ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 、これから入れるんだよ。これから入れるのに。さあ、ということでね、じゃあね、そのいいよ、いいよ、さあ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 、おっしゃ。さあ、2秒離しちゃダメなんですね。2秒だけは離さないように。まあ、2秒だけ、1回も離さないでいきますから。さあ、じゃあ、してください。余裕余裕。私が合図をしてからスタートということになります。続いていきます。ネット恋人対決、レディーゴー。あ、熱い。おお、強いよ。強いぞ。強い強い。お、強い。いけるのか。マジ熱いわ。さあ、地味な対決が続いておりますけどね。顔が、顔が白い。いいよ。あっちー、これ生きてる、いや、マジ熱いわ。大丈夫か、生きてる。一方はリアクションしてるぞ、一方はリアクションしてない。大丈夫。表情、むっ、すごい。生きてる、そんな。大丈夫、大丈夫ね、番組としてどう。結構熱いんだ。大丈夫、熱いのか。熱いわ。話しすぎじゃない。ちょ、坂本くん、あっちー、待って。坂本くん、あっち、あ、これもあかん。はい、終了。赤いよ、涼しいかも。さあ、ということで、暑くね、どういうこと。いや、坂本くん、そんなあざといリアクションだ。これマジ熱い。いや、今違うもん、ほら赤くなってますよ。小指見せたよ、ぜ。しかも結構。さあ、ということで、勝者はチームサトルの渡辺拓馬という。さすが、チームの大将。続いて違うんだよ。地方対決2番手。小指が違うんだよ。小指が簡単な対決ということで。熱いですか。さあ、次の2番手の方々どうぞ。感覚ある、死んでないからね。あるか、本当に。いや、熱い。
さあこちらの方、そっちだよ、対決の方ですね、やっていきたいと思います。こっちじゃない、こっちや。期待してるよ。いきなり脇やんけ。さあ続いて、すごかったからフリアショット田村春樹の対決、いいですか。いきますよ。じゃレディーゴー。あっつ、うわっ、負けろ、あっつ、おい、あっつ、いやいや、いや、下げないよ、下げないよ、おい、おい、やめろ、おい、あっつ、おい、やめろ、あっつ、びっくりした、びっくりした、下の間に、危ない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 、さあ、間違えた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 、あっつ、おい、いや、いいよ、下げないよ、あっつ、じゃあ、間違えた、間違えた、お前、ガチにやめ、やばいっすよ、めっちゃ曇りてるやん、やばい、チーム勝利でございます。ありがとうございます。すごい、やべー、やべー、やべー、こっちの被害がすごい、めっちゃ飛ばしい、危なっちゃった、バレすぎだぞ、地方戦、こっちの被害が、最後1対1に、さあ両者お席の方お戻りください。ちょっと一旦ね、何負けてんやん、2回ごとったんです、これはやばい、1回ですね、もっと熱かったでしょ、絶対熱々に、熱かったよ、神経生きてます、生きてる、俺も同じと思います、それは新しいのにですね、返させていただきます。熱っ、熱いっすよね、熱い、これやばい、やばい、これマジでやばい、ちょっと面白いことになってきました、今1対1、さあ残る対、残すは2回戦、頑張れ、とどめさせて、とどめさせていく、絶対引き分けたが一番にいいから、今お湯の方ですね、ご用意させていただきます、少々お待ちください。タムタム、ちょっとわあ、あんだけ言い切ってたのに、そういつ言い切って言ってみろ。さっきやな、おい、さっき今戦ったね、二人からね、こうこれから戦う二人とかね、アドバイスとかなんかあれば、あ、アドバイス、あのね、じゃあ、あれ、あれ、あの逆に離さない方がいい。離したって入れちゃうと、なんか冷めて、ちょっと、ちょっとヒリヒリしてるもん。そう今ヒリヒリしてる、我慢して入れてる、ヒリヒリしてます、マジか、何も感じない、何も感じない、感じてなかったもん、だからもう、俺から言えるのはもう無心、無心、無心、こっちは作戦優先です、もう消す、顔白くなってる、悟る、参考になってないで、大丈夫それ、はい、新しいものが終わりました。湯気見ない、湯気絶対沸かしたてでしょ、はい、ね、新種のやつ、新種のメキャンセーバー、自分は涼しんでない、湯気が見えてるもんだ、オノチェックですね、あ、なるほど、なるほど、なるほど、よいしょ、よいしょ、ちょっと熱いんじゃないこれ、さあ、次3番手、3番手、2人勝負、はい、お願いします、いいですか、さっきの2人、リアクションね、リアクションも大事だよ、リアクション、さっきの2人のも参考にしたね、リアクションなんかもね、熱いわ、はい、今までやってた2人を参考にやってますから、うちの恋人、じゃあ、この回3回戦いきます、引いてたら余計辛いやろ、いきますよ、引いてたら辛いやろ、レディーゴー、はい、お、さあどうでしょうか、お、我慢多いな、両手もつかない、悟り世代、さあ、悟り世代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 、まだまだちょっと 1.9 ぐらい、 1.9 ぐらい、あっつ、さあ、勝った、勝った、悟りだ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 、佐藤チーム2対1と、佐藤チームが1点と、佐藤チーム2
1点と佐藤チームが2点で、とどめさん、さあ、大将対決、はい、行っちゃってください、はい、大将対決行ってください、ラスト、大将、大将、うちの大将はやばいぞ、やばいよ、さあ、大将のリアクションにもですね、注目していただきたいところです。さあ、それでは、ラスト、マジか、最後の勝負、行ってください、いきます、レイ、ゴー、いけー、お、ダメだ、ダメだ、やばいぞ、2対2の引き分けということになりましたので、あ、面白かった。まあ今回は検討しましたが、まあちょっとこれ判断くマジ難しいな今回。いやもう、まあ結構。いやでも最後ちょっとね2本入れっていう無謀な挑戦をしました。どっちも勝利。大将、大将。さあ、多分人生初めてのね、ネット対決ということで、ネット風呂だったんですけどね、熱い、皆さんどうでしたか、こちらの方ね、熱い、いや、やけどしなかったですか、大丈夫ですか、なんか、大丈夫です、ジリジリくる暑さなんですよね、真夏の太陽みたいに、やけどしなかった、いや、氷の国や、するわけねえだろうが、こんな温度でよ、おめえらや、おいおい、おい、おい、気づいてるね、まあ、見ている方々はですね、気づいていたかと思いますけれどもですね、こちらですね、皆様のちょっと演技力チェックをですね、おー、やらせていただきました、恥ずかしいから、あのですね、あの最初は本当に暑かったです、恥ずかしいからやめてくれ、本当に暑かった、あの最後の、ね、方ですね、変えた方はですね、ぬるま湯になっていたので、あ、ちょっと、そう、暑かった、本当に暑かったもん、びっくりして暑かった、暑かった、マジ暑かった、さあということでね、そういう演技はいいから撮ってきておりますが、俺らもドッキリ、一応こちらはそういうドッキリということになってます、最初は暑かったんですよね、はい、一応最初はネットをご用意しております、めっちゃ暑かった、これは全然暑くないです、え、水だった、びっくりした、本当だ、うえぇぇマジかよ、知らないよ、いや、この戦いどうしようと思って、マジやば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 こちらの運命の配属、配信継続かどうかをですね、決める投票を皆様の方で、ね、決めていただきたいと思いますので、今の対決面白かった、ちゃんと演技してたよと、熱い風に見えたよという方は1枚投票してください、いや、演技してただろうっていう風に見えた方は2番の方に、投票してください、それでは投票お願いいたします、いや、なんか俺も本当に熱くないみたいな、いや、さあ、ということで今投票の方がですね、本当に熱かった、本当に熱かったよ、なんか俺本当に熱くなくて余裕でしたみたいな感じになって、本当に熱かったから、最初の方はちゃんと熱かったです、最初の方はちゃんと熱かったんで、熱くなくてあれやったらやばい、マジでマジで、本当にびっくりした、そうでしょ、こんなんでそんな、高木の心臓ではある、さあすごい演技力ということでね、やっていただきましたけれども、ちょっとプチドッキリをね仕掛けさせていただきました、さあ今ですね投票機能のお越しでございます、投票していただいている方ありがとうございます、俺もめっちゃ熱かった、さあ今ですね投票していただきますけれども、いや分かんない分かんない、ちょっと本当にちょっと焼け物のね跡みたいなのが見えますけれども、さあそろそろですね投票の方を締め切りたいと思います、投票していただいた方々ありがとうございます、ありがとうございます、さあそれでですね運命の投票結果の方見ていきたいと思います、はい、いつもですね画面の方俺振っちゃってるんですけども、配信画面の方見ないとですねわからないということでね、こちらの方見させていただきたいと思います、はい、さあそれでですね投票結果の方見ていきたいと思います、はい、結果こうなりました、投票結果オープン、バンということで出ました 81.7%、 ありがとうございます、ありがとうございます、
さあ配信継続ということでありがとうございます。さすがですね。見事次の対決にもつなぎにいけたということで、はい、ありがとうございます。次の対決頑張っていきたいと思います。はい、さあそれではですね、次のゲームいきたいと思いますよ。危ない、はい、何でした。さあそれでは第2回戦の方を移らさせていただきたいと思います。はい、次のゲームは話しちゃダメよゴムパッチ。よいしょ。結構きついですね。なんか3人まだ張ってるから第2回戦もですね、体を張っていただくゲームになっております。やだなぁ。あのね、あれですよ、バンって言われる痛いやつやろ。バンっていうね、想像する痛いやつ。皆さんは以上ですね、俳優を目指されていると、まあ、いう方、モデルされている方もいらっしゃると思います。まあ、要は顔が命のね、仕事をやっていらっしゃると思いますけれども、まあ、そんな方々が両、あの、口にね、ゴムを加えていただいてですね、そのゴムが、ゴムがパンと、ね、顔に当たってどうなっちゃうかってことですよね。これは1対1のガチンコ対決。あの挟んだゴムを棒を加えて離した方が負け、最後に加えた方が勝ちですよね。ということで、今回は本当に超超強力なですね、ゴムをですねご用意させていただきました。準備がいいな。確かに痛いけど、さあ今回ご用意させていただいたんですよ。ゴムスタンド違う。こちらですね、これシンプルに痛い。皆様ご存知輪ゴムでございます。輪ゴム、輪ゴムをこちら口に加えて良さを抑えた、やっていただきます。良さ、良さ、良し。はい、皆さん騒がないでください。騒がないでください。さあそれではですね、こちらの対決が面白かったかどうかを決めるパーセンテージゲームのルーレットのスタートストップございます。はい、さあルーレットのスタートストップ、はい、せーの、ルーレットスタート。急に行きますか、急にストップは誰がいますか。せーの、ルーレットスタート。さあ決まりました。 58% を超えることができれば配信継続、超えなければ配信強制終了となりますので盛り上げてください。はい、はい、さあ今回も、先ほどと同じように皆様総当たり戦で4回勝負を行いたいと思います。はい、怖いな。組み合わせは先ほどと同じでよろしいですか。あ、いいでしょう。いいですか。負けたままでは終わるんですよ。はい、大丈夫ですか。じゃあ先ほどの先方のお二人、前の方へどうぞ。第1回戦目、マジか。先方のお二人、これお財布に優しいけどキャストに厳しいよねこれ。なんてちょっと後で、後で体育からですね。やばい、裏でしまわれる。さあそちらですね、両者お互い口に加えていただきまして、怖いのちょっと今引くんじゃねえぞ。怖い怖い怖い。キスの、危ない、興奮すな、照れちゃってる。そう、すぐ勝負決まってもあれですけども、すぐ決まらなくてもあれなんで、いいところでね、勝負決めてくださいよ。考えてください、バラエティですから考えてくださいよ。今引くんじゃねえぞ。それではいきますよ、第1回戦よーいスタート。おっ、おっ、怖い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 、ひよってんのかよ。これ切れるんじゃない。タクマ動け、タクマ動け。おっ、おっ、動け動け、ひよってんのかよ。いくらか、やばい、いや怖い、タオラが怖い、痛い、ほんとひよってんじゃねえよ。もっといけよ。いっちゃ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 い。さあ第一回戦終了。意外と地味な対決に見えますが、やってる方は結構痛いということで。やだわ。さあ次第二回戦呪法対決。マジでこれどうですか。絵の割にリスクリターンが合ってないんでね。絵の割には痛いっていう、ね、本当にやられた。さあ一本選んでいただいて、呪法対決、田村春樹と古谷翔。先ほどは俺から離れんなよ。キモい。今日ちょっとタムタム調子悪い。調子悪いですね。皆さんちょっと温かい目でね。唾液がここにつくのは嫌だ。ちょっと、すでに罰ゲームじゃないですか。ほらほらほら、謝れ謝れ。さあ加えてください。お口に加えてください。ボボボ、いやこれ舐めたらあかんって、ほんとに。いいですか、いきますよ。あ、やばい、ゴンパチ。え、つかめない。いいですか、いきます、よーいスタート。
田村行け田村。え田村全然動いてない田村全然動いてない。足は動いてるけど考えてないよ。足動いてる考えてないよ。腰が引けすぎだぞ。やばいそれやばいよ。攻めろ見てる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 田村田村行け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 近づいてる近づいてる初めての中攻めろ攻めろ行け行け攻めろ田村もっと行け後ろ後ろ勝った勝ったじゃん勝った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 加えてないえ最後にじゃあドロー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 人間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 離すなよバカ野郎バカ野郎ドローだパンパンパンや、バカ野郎最後に加えてた方が勝ちですバカ野郎バカ野郎ドローだよドローということでそんなこと言ってないやさあお座りくださいはいお座りくださいよっしゃさあ第3回戦さあ第3回戦復活賞復活賞対決でございますおめでとうドローはやったけこれダメだあかんで意外と痛いよ痛いよ本当に痛いよ話しちゃダメだかんねさあ最後まで加えてた方が勝つですね怖いマジで簡単に言うの2位行ってるよじゃあ行きますよ2位ジバシ行ってるよよーいスタートこうあ、拾ってんじゃねえよいけいけもっと攻めろさあ勝てろあー怖いフェイキューくんフェイキューくんよー勝ちゃいけ勝ちゃいけいいよ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 チーズくんだよ怖いんだよあ、痛い痛いようやく勝敗が決まりましたねやったぜあ、磨いてねえんじゃねえの磨いてねえこれ磨いてねえさあ、やるだよ、じゃあラスト、対象対決今、佐藤チームがですねお互い怖かったらチューしてもいいよ1対0でお互い怖いならチューしてもいいよ2本 !2 本イエーイ2本リアクション2本マジで2本あと1本いけるんじゃないですかさあ、対象対決の2本え、全部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 マジでマジで違うなでも、生きり方が違うさあ、ちょっとですね、今何ですか ?1 本でも滑ったら負けですか一本でも十分負けですか今日全部にしますか全部です、もうだからもう全部加えてるんだったらバーンもうだから多分この場合多分本数がちょっとバラバラになると思うんで本数の多かった方が多く本数を超えてる方が勝ちという形にしたいと思いますよ、対象戦うわ、これやばいぞ太いゴムができましたよさあ、加えてくださいそれでは対象対決マジ怖いっすよ、マジ怖いんだ怖い対象対決いけいけいけマジでいきますよよーいスタートやばい大将大将大将やっちまえダメぞやっちまえいけ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 大将やっちまえ大将怖い怖い頑張れ頑張れやっちまえやっちまえやっちまえいけ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 大将実況できない実況できないやべえ1本と3本3本3本勝者佐藤亮介おめでとうございますありが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 とうございますやばい、めっちゃ痛いこれ面白すぎるいいもの見れたやりましたねいや、ラストね結局お互いに痛い思いするっていうねマジでいいねいや、ナイスファイトでございましたさあ、ということで今の対決面白かったよといや、いい対決したよという方は1番に投票してくださいいや、今のリアクションそうだろうと人は2番の方に投票してください今の嘘かしら佐藤よろしくお願いいたしますなんやったらやってほしいぐらいです見てる方も佐藤投票機能の方がですね今作動しておりますご自宅でやってみてくださいぜひともご自宅で輪ゴム痛いということでね100均ありますね100均行くと何百本も買えるんで大丈夫ですいや輪ゴムのね痛さよく耐えたなと
もう頑張ったなと思っていただけた方はですね、本当一番の方を投票してください。もしないならね、スーパーのお惣菜買ってね、そのままお店やってもらっても全然構いませんので。何の話なんですか。何の話ですか。今日も調子悪い、調子悪い。今のは投票の方にですね、入れないでください。入れないで。今のは投票に含めないでください。今のはつまらなくても2番には投票しないでください。はい、すいません、よろしくお願いいたします。滑り具合すごい。今日はなぁ、滑ってるんですか。これ滑ってます。滑ってないです。輪ゴムでちゃんと滑り止めになってますので、はい、ということでね、今のところで投票の方で締めさせていただきたいと思います。投票をしていただいた方々、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでね、58% ですよ。意外と高いです。そうですね、意外と結構ハードル高いですからね、投票ということでね。いや、結構ドキドキしてます。国会議会ならね、ちょっとね、あの2番のね、ボールがちょいちょい見えてるのでね、私怖いですけど。さあ、それでは結果の方を見ていきたいと思います。結果こうなりました。どうぞ。配信継続 64.6%。 6.6%。あー、危ない。ありがとうございます。ありがとうございます。見事ですね、クラスまで来ましたんで、次の対決に移りたいと思います。2番で地味に本格。危ない。なんかでも結構ね、今たぶんたぶんきのね、笑えない発言があるかもしれないけどね。不思議なとこ。さあ、ということでですね、今回3回戦がラストになります。おー、なんだ。さあ、第3回戦こちらになります。なんですか、なんですか。笑いのセンスを磨け、モノボケ。ということでね、さあ、今ですね、物の方がですね、今運ばれております。今ね、物の方がですね、スタンバイされております。何少々お待ちください。なんかいっぱいある。さあ、いろいろとですね、今皆様の目の前にですね、物がいろいろとですね、置かれていると思います。多いな。さあ、こちらを使ってですね、まあ、とにかく面白おかしくボケていただくという、まあ、シンプルなゲーム性でございますので、ルールは至って簡単です。本当に面白ければそれでいいです。で、今回は挙手制でございます。思いついた方々はどんどん手を挙げていただいて、私が示しますので、ボケていただいて、前に出てきてボケていただくと思います。で、今回に関しましては、配信強制終了の、ルーレットがございません。終了しないんですね。今回は必ず継続となるように、事務所側からの配慮と。やる気した。俺ら面白くないとでも言ってんか。事務所からの配慮ということになりますので、その優しさに応えるように気合を入れて頑張ってください。はい、いいですか。さあ、それではですね、もうなんでたこちゃん。いや、見てそんなもう、まあ、もうこちゃんですね、合図とかございません。もう結構ゆるいと思う。はい、もう思いついた方がどんどん挙手。はい、どうぞ。早いね。早いね。おい、何度はお前、新型 iPhone 買ったの。俺、メガホン。ウェーイ。はい、じゃあ、風邪よき。はい、いらっしゃいませー。問題作業をやってるの。はい、カメラに向かってお願いしますよ。はい、じゃあ、立場です。あ、俺かどうぞ。お、それ来た。同じもの。おい、来たの。目玉飲みやしかよ。あ、見て。はい、次、行きましょう。あ、このイヤリング長すぎません。さあ、ということで、タモリさん、どうなりました。あいつ、タモリ、はい、2回目。ルルルル、ルルルル、めちゃくちゃった。はい、次、はい、タモリさん、多いな。おい、お、なんか、なんか、とりあえず、もうやつか。キャラが定まってないから。まあ、自分で忘れてるんけ。はい、めちゃくちゃ定まってないで。はい、じゃあ、渡辺拓馬。片付けがよ、片付け。いまーす。イエーイ、ひょっこりはん。パクリやないかい。モノパクリやないかい。あ、取った。はい、じゃあ、佐藤龍介。これやる人いるよね。確かに。でも一応コメントで何言ってるかよくわからないと言われてますので、ちょっと今で、はい、言ってるからね、ちゃんとはっきりと伝えてくださいよ。はい、じゃあ分かった、どうぞ。これで、はい。クソ、このディフェンス微動だにしないぞ。ワールドカップ入れてくるよ、ワールドカップ。ちょっと
さあ、いいよ。はい、じゃあ振りましょう。さあ、フライパン。あれ、飛ばへんな、これ。竹とんぼみたいなね、そうですよね。はい、じゃあ温まられるとこ、はい、おどうも、金属アレルギーなんで鉄巻きません、真壁さんです。あーじゃあ分かる人しか分からないよ、それ分かる人しか分からないよ。なになに、はい、はい、どうぞ、次。難しい、あれ飛ばへんぞ、これちゃんとやってって言われてますか、ちゃんとやってって言われてますよ、ちゃんとやってって。はい、行きましょう。あれ、あとこれどこ繋げばいいん、師匠さん、ちょっと心臓強いな、師匠が、師匠が、はい、どうぞ、これ使いますね。違うぞ、それがね、見えない。もう一回違うぞ。おい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、佐藤良介、いっちゃえ。シンクロ率 100%。 どういうこと、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 え、まだめっちゃ積もってる。じゃあ俺いきます。ちょ、しゃべれない、しゃべれない。どういうこと、痛い痛い痛い、使わねえ。また80年代の流行り。もうそこまで、おい、そこまで。いや、終わっちゃったの。おー、ちょ、痛い痛い痛い。ちょ、あのね、ついよ、 MC ができない。もう一個やりたかったな。じゃあ、いいよ、やって。やっちゃった。いいよ。私は今度キューピッド、あなたとあなたをくっつけちゃう。あたした。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あたした、はい、以上でですね、はい、おものぼけコーナー終了という形になります。大変や、まあ、先ほども話した通りですね、今回のチーム戦でも何でもございませんので、配信継続かどうかはもう決まってます、配信継続です。はい、よかった。今回の投票が行われない理由はもう間もなくすれば分かりますということでですね、何、はい、いうふうに台本に書かれているので読ませていただきました。何マジ怖い。さあということでですね、今回の G-Men クラブ、まあ一応ここまで、ゲームここまでということになりますけれども、ですね、今回もまた優勝者、まあ、MVP のため G-Men をですね決めなければなりません。まあ、今回もですね、私のこちら独断と偏見でですね決めさせていただきます。今回の MVP は佐藤良介。もうですね、完全に僕がツボっただけです。あれどういう意味なんですか。あれ意味がわからない。あれ なんでかもしれない。そういうことある。なんでツボった。面白い、今日ね、面白かったよ。よかった、面白かった。ツボらせ、はい、それではですね、大事な大事なダメージ面を発表いたします。先に、今回の罰ゲームを発表したいと思います。今回の罰ゲームはですね、渾身のロボットダンスを10秒以上した上で、ロボット声で CM の急振りを行っていただきます。それでは急に何本日のダメージ面発表いたします。本日のダメージ面は、振りましょう。くるじゃん。あったよ。ミッション欲しい、ミッション欲しい。渾身のロボットダンス。10秒なんだよ。10秒じゃない。10秒。ロボットダンスしてからロボット前で急振り、よろしくお願いします。CM の急振り。CM の急振りお願いします。地獄。あ、怖かった。怖。さあ、ロボットダンスまで。心の準備よろしいでしょうか。お、できましたよ。やる気。いいですか。ロボットダンスってどうやったの。さあ、今週の思うがままにロボットダンスお願いします。それではいきます。今週のロボットダンスお願いします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM どうぞ。一応、まあ、今週のロボットダンス披露していただきましたが、はい、一応 CM 開けまして、ですね、私も今から何が起こるかちょっと分かってないんです。何？何？ちょっと不安。何？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 さあ、何やら届きました。何？何？何？裏台本ということで。裏台本ということで。まずは皆さんにとある VTR を見ていただきます。途中ルーレットが流れますが、ルーレット開始後15秒以内にストップをかけてください。なおルーレットのストップはマスターである花積亮が行います。責任重大です。何？めっちゃ怖い。何？それではルーレットストップスタート。ミュージック怖い。何？怖い。何？この数字は何かと言いますと、最初の数字が人数、はい、イコールの後の数字が金額となっております。金額、あまりにも集客のない君たち G メンたちに会社から信を与えると、このままでは当初の計画のプロジェクトチョコレートまで程遠い、次回の7月28日 G メンクラブ配信の時に必ず左に表示されている人数のお客様を呼ぶ。ということは一売りということですね。で、イコールの後の数字はお客様の入場金額だ。でこれをクリアしてもらいたい。はいはい、もしもこの数字にあるお客様を呼べないときは G メンクラブを次回の放送で完全終了という形になります。一人必ず呼ばなきゃいけないってこと、ね、そういうこと。一人一人一人一名様。全部で一人。1名様です。全員で1人ということで、さあもう早速行く行くとコメントもいただいております。ありがとうございます。ぜひお願いいたします。
あの番組の、ね、存続をかけた、次回の放送がですね、4月28日とってもとても大事な、放送になりますので、まずはそちらの方ですね、来ていただければなと。今見てくださってる方ですね、こちらのスタジオの方まで足を運んでいただければなと思います。お願いします。ですね、僕も今初めて知りました。やばい。はい、こちらの、配信のですね、スタジオの詳細等はですね、必ず皆様の、はい、じゃあ出演者のツイッターの方で必ず、詳細決まり次第ですね、はい、告知させていただきますので、はい、皆様、この後、まあ、配信終了次第ですね、私たちのツイッターをフォローしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今行く行くと言ってくださった言葉を信じてですね、そうです、信じよう、頑張るしかないですね、はい、我々も番組を終わらせないためにも、はい、ぜひともお客さんを呼びましょう、はい、ということで、まあ、何かまだお時間ございますが告知ある方いらっしゃいますでしょうか。いやー、じゃあ、あります。はい、ちょっと空気があれですけど、どうぞよろしくお願いします。いいんですかね。8月18日なんですけれども、カットバーっていうそのバーのお店で写真展、僕の写真展が展示されるので、よかったら8月の31日までしていますので、よかったら来てください。お盆終わりからですね、もう、はい、はい、見に行ってあげてください。はい、じゃあ次、はい、はい、詳しくはまだなんですけど4月の18日から31日に舞台に出ます。詳細は Twitter の方で後日流しますので、よければフォローお願いします。はい、見に行ってあげてください。 Twitter の方です、はい、本当によろしくお願いします。はい、この方がございますでしょうか。はい、じゃあ私の方からですね、ちょっと告知の方させていただきたいと思います。はい、ですね、8月の1日から13日までですね、東日本橋の方にあります A ガレージというところでですね、舞台を行います。そちらの方がゴージェット55という、まあ、10年にわたって続いている、まあ、舞台になりまして、そちらの方ですね、再演という形で、やらせていただきます。こちらの方はボリューム5の方の内容のね、なりますので、皆様ぜひぜひ、ご覧になっていただければと思います。詳細の方はですね、ツイッターで載せております。まあ、こちらの作品はですね、コメディミュージカルということで、皆様、楽しんで見ていただけると思いますのでですね、ぜひぜひ、足を運んでくださいということで、よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、ちょっと不穏な空気の流れる、今回6月の G メンクラブという形になりましてですね、なかなか仕掛けてくれますね。僕も本当に分からなかったですけども、まあ、とりあえず先ほどのことをおさらいしますと、次回7月28日にお客様が一人でも来なかったら、そこで番組が打ち切りですね。はい、まあ、一応こちらの G メンクラブの始まったきっかけがバレンタイン、バレンタインをに、いろいろと焦点を当てた番組となっておりましたので、まあ、そちらに向けての企画だったんですが、我々があまりにも力不足だったということだったので、こういう風になりました。ですので皆様にも本当に申し訳ないですけど、もっともっとで来ていただいてですね、読みましょう。で、次回の観覧の入場金額が先ほど出ましたよ、1100円ということですかね。安くなってますよね。そうですね、1100円で見に来ていただけるということですので、はい、本当に、こちらのスタジオでですね、生の応援をしていただければなと思います。はい、こちらの場所が一応西麻布というところにございまして、はい、はい、まあ、六本木だったり乃木坂だったり広尾からですかね、まあ、歩いて来れる距離にあるスタジオでございますので、はい、ぜひぜひ本当に足を運んでいただければなと思います。詳細の住所等はですね、必ずツイッターで我々のね、はい、から告知させていただきますので、そちらの方ぜひ、注目していただければなと思います。もうなんなら今日中に、今日には無理かな、今日中にはちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、番組の詳細時間等が決まりましたら、またそちらの方ですね、ツイッターで必ず告知いたしますので、はいはい、今ここにいる9名ですね、私含め9名のツイッターフォローしてください。よろしくお願いいたします。多分番組をスマホとかで見ていただいてるか、番組ページの下の方に名前が出てると思いますので、我々のね、名前をツイッターで検索していただければ、皆さんも多分それでツイッターやってると思いますので、はい、はい、ぜひチェック検索していただいてですね、フォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。もっともっとやって、やめないでくださいというコメントも、はい、はい、はい、いただいておりますので、はい、はい、ここからね、この梅雨のじめじめを、じめじめ、梅雨のね、
このしっとり感を吹き飛ばすかのように G メン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 書けるな俺らは G メン G メンよし行こう番組冒頭でも言いましたけれどもあの番組の冒頭でちょっとふざけて言いましたけれどもあの吹き飛ばしていけるようなはいそんなねそうですねカラッとしたはい元気いっぱいな G メンを次回は必ずお届けしますのではいはい次回の放送ですねまあもし見に来れなくても万が一見に来れなくてもですねこちらのショールームの方で必ず配信いたしますので、はい、次回の放送ねショールーム通してでも応援していただければなと思います、はい、ではもし来ていただけるようであればお友達とかもねお誘いいただいてですね、はい、何人来ていただいても入れると思います、うん、何人来ても大丈夫 VV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 V
ております。おー、誰誰誰誰、たっちゃん髪切ったらもっとイケメンになってるよ。ありがとうございます。俺はは、はい、コメントを胸にですね、はい、次回の地面クラブ頑張っていきましょう。はい、はいはい、さあということでですね、そろそろおしまいのあら、まあ、お時間になってしまいましたけれども、何かまだですね、今日ちょっとあの裏がいろいろあるかなと思ってですね、尺をだいぶ取ったんですけれども、あ、花積君の一発ギャグ見たいな。なんで物ボケ見たいな。花積君の物ボケ見てないから見たいな。そうだな。皆さんどうですか。違うんです、違うんです、花積君の物ボケ見たいですよね。見たい見たい見たいですよね。完全に物はありますか。物はありこ物が、あ、物が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 、あんなところに物が、もしかして物があるんじゃないですか。あんなところに物ボケしやすそうな物が、あんだけ上から言ってたら、そう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 、面白いよ。さぞ面白かろう。なんだかマスター。そう、マスターだよ。仕切ってるマスターが。なんか一個偉い。物ボケもマスター知らせたよ、マスターだから。マスターが迷ってる。マスター、マスター、時間、時間、時間。時間。最後にモノボケをして、じゃあお別れでいいですか。はい、行きましょう。それで行きましょう。お別れでいいでしょうか。カラッと終わりましょう。面白くカラッと終わりましょう。裏の方ともありますんでね。それでじゃあモノボケをして、最後にあの挨拶をして終わりにしたいと思います。はい、はい、カラッとした笑いが欲しいな。うわ、どうしよう。ちょっと先ほど言ってましたし、あの、ね、急に振られた。やだやつだな。先ほどだって自分で言ってたじゃないですか。カラッとしましょうって。カラッとした笑顔は見たいな。最終決定やってもらいたいね。そういうの迷うね。さあどうだ。さぞ面白かろう。おっと、おっと、何個使うんだ、何個使うんだ。おっと、おっ、竹とんぼか。じゃあちょっと下に向けてもらって、物ボケまで。おっ、おっ、おっ、3、2、1いりますか。物ボケまで3、2、いるか、いらない。いいですか。せー、叩いてかぶってじゃんけんぽん。あっ、セルフ叩いてかぶってじゃんけんぽん。はい、ということでね、さあ今日もですね、配信ご覧になってくださって本当にありがとうございました。次回の配信がですね、本当にあの運命の、1回第1回ということになりますので、ですね、次回の放送でですね、必ず見ていただければと思います。はい。いい感じに涼しくなったかもしれない。確かに。いや、いいね。冷めた感じ。マジ。もう、いいですか、こんなんで。いいですか。ぜひ来てください。そう、次回来てください。次回の放送ですね、必ずやりますので、4月28日土曜日、はい、おそらく同じ時間にやると思います。はい、1時30分からですね、13時30分から、お送りしたいと思いますので、皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の地面クラブでお会いしましょう。皆さん、さよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。滑ったな。滑ったな。間違いない。難しいな。一緒にやりましょう。